やけみやくねと申しますぞ。今回も前回に引き続き幻やけでランクマッチに潜っていきますぞ。メンツはやらおら、やるさん、やぎやな、やシャドウ、やるの、そしてやるけんけんな。では試合まで開会あり。対戦相手が見つかりましたな。トッポ CH 対戦よろしくお願いしますぞ。相手パーティーはポリノム2、ジュナイパー、ザシアン、ジガルデ、レシラム、バドレックス。さて、ヤルードを落とさないことにはいろいろ話が始まりませんが、バドレックスがいるので、そしてヤルケニを落とさないといけない下の3体でいきましょう。問題は初手誰から来るのか。これで行っていいですかな。では、トッポ CH したい人によろしくお願いしますぞ。ショーテバドレックス。あー、これは、良くないです。ヤルケニオンがここで消耗すべきではないが。ヤルドに交代があり。さて、やる気だといいですが、まあ、ストラルでしょう。ですよな、しかし、しっかり耐えるんですぞ。素晴らしい再開ですな。次も耐えるんで、お相手を引いてくるでしょうが、ラリアット決めるか、トンボをするか、トンボで。ですよな。で、ザシアン、レシラム。レシラムの方どうか。偽るメリットがないので、当然、友帰り。では、ヤルケニオンよりも、ヤーシャドウが相手にすべきですかな、ここは。ポケモン大好き。ゴーストも一貫しておりますし、ここは大フォローで攻め立てましょう。レシラムは大抵ダイマックスしていきますからな。では、いきますぞ。さあ、あ、おかしい。うおっ、でかい。でかいちゃん、でかいちゃん、でかいちゃん、アクセスよ。いや、ブロコリ出したらやめていただきたいと言われそう。フォロー打ちます。ここフォロー打ちますね。セダン激アリ、素晴らしいされたですな。さあ、どうやってダイマックスを残しているのは誰でするつもりなんですかな。ラース位置がわからないので、ここでヤーシャドウをやられていいものか。ヤルドもう一度受け出すにしてもなんですよな。ここフォロー連打。あれがやりない。これがダイマックス耐久というやつですぞ。ダイフロー。まあ、助けでしょうが。ゼロダン。ではない。一撃がやる。さあ、ダイボックスを残した最後、ザーシアン以外だとは思うのですが、ポリツも出てくるタイミングいくらでもありましたが、格闘タイプだったから出てこなかったようですな。こだわっているわけでもないので、テクニポリツ。まあ、対象技はないでしょう。ダイナックル。ガイアン。当然、奇跡。そしてダイナックスしないんですが、自己再生のためですから。ズドン。素晴らしい彼らですな。で、以下3。それでもしっかり耐えるのが、ヤシャドウの耐久ですな。しっかりゲージに振ってますぞ。では、いいファイターがやり。さあ、1段階上昇、インファイト。アタック込みますぞ。ダイマックスは最後までしませんでしたな。撃破がやり。では、トップチャンネル対戦開始があり。
対戦相手が見つかりましたな。COCC 対戦よろしくお願いしますぞ。相手のパーティーは白くワークです。ラシアン、海洋がポリゴン2、バングがスー無限ダイナ。さてダイナどうするの問題が未だに解決していないわけでどうしますかな。有効打があるのはヤルードやシャドウ、やられてるかやシャドウを出さないと積み始めたら終わりですから。焦点はヤラオラが大体に対応できるような気がしますぞ。そしてヤシャドウは埋めて取る確定、そしてヤルケンギョンもダシャンがいるんで確定ですな。では対戦よろしくお願いしますぞ。相手の人はポリゴン2、この人インファイトでぶち抜いていいですよな。ダウンロード対策はできてますぞ。まあ、このために入れたインファイトですから当然選んでいきますな。もう一手誰よりだったのか知りませんが、インファイト、コラコラコラ、悪天やつ。とりあえず何してきますかな。トリクル、これはどうですかな。1段階加工した耐久にご自慢のノーマル技、まあ一発は耐えるでしょうし、ここで引いても仕方がない。トレアだ、耐えるがやりえない。まあ当然耐えますな。ではインファイト、ほらほらほら、激ガイガイ、素晴らしいカレカレですな。さて取れるってことはこういうことなんですが、いななかれても困りますが、取れるかではこいつが一番早い。バードレース、やるケニオンに倒してもらわなくてはならない。ああ、ヤラシャドウでも悪いことはないが、ヤールケニオンをここで受け出したとして、全抜きは防げますが、3体目に倒す、3体目は倒せませんか。というか、10万馬力は一貫してるんですよな。しかし、ヤールケニオンのことがやる。ここはきっとブリザードランスですぞ。ジャマン大好き、ジャマンバーよくないんですが、しかし一発は耐えないので2ターン使わせることが重要なんですな。しかしダイマックスしてきませんでした。このダイマックスのタイミングが分からないのが一番困る。ジュマンバリキー、それがどうしたんですかな。トリックルームのターンはもうありませんぞ。一応ブレイズキックで、まあそうなりますな。2体やられてしまいましたが、お相手がいなだくことに意味があるんですな。そしてトリルが切れることに大きな意味があるんですな。よし、行きましょう。ポケモン大好き。まあ、スノカリクの大成功は大問題なんですがな、シャドウスティールがやる。2段階上昇火力もらって、呪いの札を乗せて、ぶつけてやりましょう。当然、こうなりますよな。問題は保険がなければきっと耐えるはずと言いたいんですが、どうなんでしょう。こちらダイマックスしてしまうとシャドウスチールの恩恵がないので、当然ダイマックスすることはできないが、やりますぞシャドウスチール。そのいただきいただきますな。火力が倍になればダイマックスも無視して攻撃できますな。
それでも硬いのがこのバドレックスという白バドレックスという生き物、やはり恩恵ありましたな。なのでブレースキックを当てておきたかったんですがな。大最高タイがあるな。では COCC 対戦感謝ガイアリー